本日は福島レッドホープス潜入。はい、どうも徳さんです。福島レッドホープス岩村明憲球団代表兼監督にお招きいただき、我々新生福島レッドホープスの取材に行ってまいりました。本日もよろしくお願いします。今期から球団名が福島ホープスから福島レッドホープスへ変更、メンバーも大幅に変わり新たな船出となるそうです。キャンプ地は富士山のふもと、富士総合公園野球場、非常にパワースポット的な球場です。最高。さあ、 BC リーグ球団潜入恒例でありますが、徳さん練習に参加でございます。福島レッドホープスには日本を含め韓国、台湾、アメリカ、イスラエルなど約9カ国の選手が在籍。本当に多種多様です。こちらのジョーダン・アキラ・黒川投手は元フィリーズのマイナーリーガーだそう。身長195へ95キロ、でかい。そしてアップの後はベースランニング、まあ、新メンバーも多く走塁で細かな部分の確認もあるということで、キャンプではしっかりと組まれているそうです。まあ、細かな位置とはベースの踏む位置やオーバーランの仕方、またゴーストップなどの確認というところでしょうか。そういった球団の、まあ、しっかりとした練習に徳さんも参加し学ばせていただいております。今度はシングルヒットからのオーバーラン、走るときに蛇行しないように注意するといったことがテーマもあります。なぜか拍手してくれるホープス選手、あったかい。さあ、そしてエンドランの走塁です。これに関してもしっかり打点を見つつ打球方向を見ながらベースランニングも小さな小回りで、そしてまた拍手、あったかいです。さあ、続いてキャッチボール。この手前にいるのが奈良優斗選手、元武蔵ヒートベアーズ、まあ、取材行った際にも声をかけさせていただいた選手です。奥が佐賀選手、そしてこちらがカレオン・ジョニル・マルリ選手ということで、神奈川の武蔵高校出身、そして日体大出身のアルカンタラ・アルフレッド選手、エッサッサ踊れるそうです。そんな脇で私徳さんもキャッチボールでございます。公式投げるのはやっぱ久しぶりなので、しっかりと肩肘壊さないように指にかかるように投げております。絶景の中での野球、最高です。さあ、そしてこちら手前が日比選手、 BC 滋賀から移籍してきた選手ですね。奥にいるのが森口選手、 BC 石川から移籍した選手、これが強肩。このボール投げてから結構ふわっと浮くような感じありますね。さあ、そしてキャッチボールの後は投内連携、サインプレーなどなどの練習を行っておりました。先ほども言いましたけれども、選手の約9割が新人選手といったところで、まあ、福島ホープスからの伝統なども守りつつ、サインプレー、まだ連携といったところの確認に余念がないような感じがしました。かなり長時間を抑えてやっていました。まあ、試合で一発で決めなきゃいけない練習ですからね、大事です。さあ、そしてシートノック、いよいよ私徳さんが参加いたします。徳さん TV 史上初ノックを GoPro で撮影してみました。球団の方に許可もいただいております。セカンドのポジションへ向かいます。本当にホークスの選手たちは温かいというかね、徳さん徳さんといっぱい声をかけてくださいます。さあ、こっから嵐のようなノック、じっくりとご覧ください。山村さんのノックすごいんだよな。本当ですか。国際球人からしたら絶望でしたね。
2。ボール2つは2。やったー！ 3 つは3。3。 4。 OK です。 OK！ 2！ 2！ 2！ うわっしゃーっとー決めー！ 2！ 2！ 2！ 右右右右右右右 OK！ カット！はい！トゥー！ナイス！OK！ ナイスボール！はい！あー、いい声！サラ選手、いい声！ナイスプレイ！いい声！ナイスボール！ナイスボール！元ソフトバンク、ユウケン選手。いやあ、ごめんなさい。ごめんなさい。一発でいけた。レッド、フォー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 。はい、バスケ。はい、お願いします。はい、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 はい。おお、ナイス！オッケー！お願いします！よっしゃー！よっしゃー！オッケー！よっしゃー！よっしゃー！オッケー！よっしゃー！ナイス！いいねー！いいねー！やったよー！ナイス！ゴー！オッケー！やばい！いいね！ワンマン、ワンマン、ワンマン！うわ、ナイス！いい遠投！いいショット！いいキレ！キレある！いい動き！よっしゃ、あ、ナイス！いいスピード！あー、すごい！あらー！いやー、おめでとう！いやー、おめでとう！あー、いいよ！奈良選手、オッケー！
いやばい、やばすぎた、始まってくれた、あーっ、頑張れ、はい、やばい、やばい、はい、はい、やばい、やばい、はい、ノックアウト、いや、よっしょ、はい、よっしゃ、ストライク、よっ、よっしょ、はい、よっしゃ、ストライク、いっぱいいっぱいいってる、オッケー、オスプレイ、オスプレイ、はい、はい、はい、ストライク持ってきます、はい、ストライクを返す、はい、チャチャ冷静冷静、いい反応や、はい、あれ、お父さん、お父さん、お父さん、よっしゃ、ストライク、あれ、あれです、はい、抜けるな、いや、しゃくさい、いや、いいんすか、いや、しゃくさい、いや、いいんすか、はい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 、ここ、いや、ストライクや、ナイスボール、いける、よっしゃ、ありがとうございました、だろうな、やっぱ岩丸さんと心が通じてるのか、スイッチ入ったなってやっぱ分かるね、あ、来たって、来たなって、岩丸さんもね、ただに笑うんだな、ロック時代から笑ってましたからね、へーっていう感じだね、やっぱそういった中でやっぱり発球だけを追いかける、そうですね、その精神を思い出させてくれた岩村監督、岩村さん自身も野球小僧感ありましたね、やっぱありがたい、大人になるとさ、技術で走るじゃん、うん、子供の頃は発球だけを追いかけてたから、無邪気で、そういう気持ち思い出した、はい、というわけで第1弾は以上でございます、またバッティング投手編など後日お届けします